今回、ね、大浜崎さん来ていただきましたけれども、うん、ネット工作の実態、川井市は氷山の一角、ツイッターやブログまとめサイトが多いという内容を語っていらっしゃる記事が、うん、相手候補の批判的なものが表示されやすくしたり、自分たちの候補の批判を表示されにくくしたり、そういういじったことをしたのがまずいよって話ですね。いや、いじったことも全然合法なんです。え、いいんですか？それ自体は法律違反になるとしたら2つで、さあ始まりました選挙 .com チャンネル。今回もアシスタントはスピーチライターの千葉香織さん、はい、そしてゲストは選挙プランナーの大浜崎拓馬さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では行きましょう。今回のテーマはこちら、悪質なネット工作する業者がいる。ちょっとざわざわしますけれども、はい、本題に行く前にまずこちらの話題から紹介していきます、うん、はい、公職選挙法違反の罪に問われている参議院議員の河井案里被告の裁判に、夫で元法務大臣の河井克行被告が23日に証人として出廷しましたが、およそ2分で退廷しました。うん、カップラーメンまで完成しないぐらいですね。あれ分足りなかったですね。さあこちらについていかがでしょう。これはどういう作戦なんですか。まあ、勝之さんの方は痴漢稼ぎに間違いなくって、うん、まあ、弁護人解任して、うん、結局同じ弁護人選任してっていう戦略なので、うんうんうん、まあ、もう判決での勝之さんの方は来年4月以降って言われてますから、うん、まあ、時間稼ぎですよね。その間に衆議院解散したらどうするんだろうと思ってますけど、うん、これあれですか、冬のボーナスがっつり勝之さんにも出る。がっつり出ますね。出る。何百万ぐらい入るんですか。何百万ぐらいでしたっけ今。でもな、でも何百万の単位は当然結構なお金が入るわけですね。はい、さあそんな中ですが、今回ね、大浜崎さんに来ていただきましたけれども、うん、ネット工作の実態、河井氏は氷山の一角、ツイッターやブログまとめサイトが多いという内容を語っていらっしゃる記事が、うん、こちらに載っております。はい、はい、大浜崎さん、これちょっとどういう内容かご紹介いただいてもよろしいでしょうか。まあ、今回その河井さんの裁判の中でですね、うん、まあ、証拠として、要はお金を渡しただの何だのっていう証拠のファイルを消しただとか、うん、もしくは水戸さんですよね、うん、相手候補、まあ、同じ自民党なんですけども、うん、水戸さんに対する、まあ、悪口を書くようなブログ、もしくは、河井候補、当時の候補をよいしょするような、うん、まあ、ブログとかそういったものが行われてたっていうのが証言で明らかになりました、うんうん、で、まあ、こういった手法っていうのが、まあ、裁判で語られるっていうのが、まあ、また珍しい事例だったもので、うん、メディアでも取り上げられてましたけれども、まあ、その特定の候補者、自分の応援している、まあ、選対陣営にいる自分の候補者を、うん、いい候補者だよって持ち上げるくらいだったら、うん、まだしも相手候補、特に同じ自民党の候補者を貶めるような、うんうん、工作といいますか、うんうん、そういったことをしているっていうのは、まあ、衝撃でしたよね。これ記事の後半にもありますけど、その19年の参院選だけでなく、あ、19年の参院選か、これ、ね、あれ違う、でもさ、塩村彩香さんがさ、私の選挙の時もやられてたみたいなことなんか広島で言ってましたよね。おっしゃってましたね、うんうん、はいはいはい、うん、だからまあずっとやってきたってことですよね。大なり小なりやはり相手を貶めるようなっていうところで、うんうん、やはりツイッターって匿名じゃないですか、うんうん、はい、なのでまあ悪口を言うことっていうのは、まあもちろん逆に言うと有権者が候補者の悪口言うこともある種正当な権利というか問題ないと思うんですけれども、ただそこに事実じゃないことを言ったりですとかってなってくると、やはり法律違反になってきます。ただ匿名なものであると、それじゃあどこまで裁判というか刑事的な訴訟になるのかってところはまた別問題になってきますので、そういったことを業者として請け負ってるですとか業務としてやっているっていう会社が実際としてはあったということですよね。これ記事をよく読むと何が違反というか、そのよくないのかというと、今も大浜崎さん言ってくださったように、批判的な書き込みをすること自体は自由だし、これは別に悪いことではないけれども、実際の表示される順番、そこのアルゴリズムをいじって相手候補の批判的なものが表示されやすくしたり、自分たちの候補の批判を表示されにくくしたり、そういういじったことをしたのが
まずいよって話ですね。いや、いじったことも全然合法なんです。え、いいんですか？それ自体は SER とか逆に SEO でこうアルゴリズムをこうやること自体は問題なくって、はい、法律違反になるとしたら2つで、はい、1つは先ほど申し上げたように事実と異なる、いわゆる不実記載というか、異なる、あの事実と異なることを公表してしまうこと、これは公職選挙法にも法律違反と言われている、でもう1個はこの SEO や逆 SEO もしくはブログの記事確認しても、これを選挙期間中にやってしまうと、運動員買収ですよね。例えば我々コンサル、うちの会社もそうですけれども、じゃあブログを代わりに更新しますねとか、じゃあ、 あの先生の記事がもっと読まれるようにしますねっていうのを業務で委託するっていうのは、まあインターネットのね、あの SEO の会社とかいかれもあると思うんですけど、選挙期間中にそれを受け負ってしまう、もしくは個人の資格で受け負って、じゃあ例えば彼の場合ね、何十万とお金をもらってたって証言されてましたけど、それは運動員、選挙運動になっちゃうので、選挙運動はボランティアでやらなきゃいけないですから、それは違法ですよねと。でも先生質問です、はい、これじゃ例えば公示日の前日だったら法的に問題ないわけですよね。前日までで事実と異なることじゃない、 事実を言ってる分には、はい、でじゃそれをめちゃこうお金をかけて SEO で表示されやすくしたり、逆 SEO で表示されにくくしたりみたいなのを大金かけてやったら、その公職選挙法の本来の趣旨であるお金持ちが有利にならないようにみたいなところを全然かいくぐれちゃうってことですよね。そうですね、もちろんその公示の前であれば、まあ公選法というよりまあお金の支払いなんで、政治資金規正法なんで、まあちゃんとそれってまあ政治的な目的なので、領収書切ってますか、そのお金公開してますかっていうところがあります。やっぱ大金のお金使っていれば大金の領収書が載ってきますので、ああこの選挙、候補者はあのネットの SEO に何千万もかけたんだとか、本来明るみになるべきで、それを逆に出していなければそれ自体が今度違反になっちゃいますから。ただそのじゃお金をたくさん払ったからといって、直ちに違反というわけではないです、そこは確かにお金持ちがっていうところの批判が当たるところですよね、なるほどね。ああでも今のはちょっと勉強になりました。質問です、はい、氷山の一角って書いてありますけど、実際どれぐらいありそうなんですかこれ。もちろんその正確な数字分かんないんですけど、僕もその選挙プランナーとしていろんな候補者やってきて、やはり同じような被害に遭うケースっていうのはあってですね、やはりこう、まあ、匿名で誹謗中傷があったりですとか、でもやっぱ選挙期間中忙しいんで、そんなこと対応もできない、で、まあ、警告を出すにしてもやはりそれって警告を出すってことも大きなことなので、それに果たしてどこまで時間を費やすかっていうのもありますから、ただそれはあのじゃあうちもたくさんのお客さんやってきましたけど、1件や2件じゃなくて何十件と見てきている話、ただそれを組織的にやっていたですとか、まあ、参議院でね、自民党の公認候補者でもやんなきゃいけなかったってところのインパクトは全然またありますね。やっぱその地域とかどれぐらいの規模の選挙かっていうことによって、この戦略がまあどれぐらい功を奏すかっていうこともやっぱ変わってくるんですかね。そうですね、この場合結局ネットの線の話だったと思うんで、やっぱりネットを見てるかどうかですとか、まあ、あの今はねネット全国でもちろん見てると思うんであれですけれども、ただやっぱり河合候補の場合にはあの若い候補でみそてさんをってところがあったんで、若い人に対してみそてさんを貶としめるっていうところを狙っていった戦略の一つだったのかなっていうふうに思いますね。どういう解決方法があると考えられるですかね、今後。あ、こういったことをなくすためにですか。まあ、アメリカの大統領選でも今その例えば一つ一つのツイートに対して、あの公職者バッチマークついてる人とかは、これはその政治的なツイートだから皆さん自分で検証してくださいねとか、リツイート制限とか今大統領選の準備であの我々もかかってると思うんですけども、ああいったことっていうのが日本でもやっぱり行われていくべきなのかなっていうのは当然一つあります。で、まあ当たり前にうちの会社はこういった悪質な工作なんてしないんですけれども、やはりそこのモラルを持ったプレイヤーが選挙に参加すべきであって、まあこれをやったら、それがその先ほどおっしゃった通り公職選挙法の趣旨に反してないかどうか、条文だけじゃなくって、っていうのは、もう一回ちゃんと皆さんが心に手を当てて考えるべきなんじゃないかなと思いますね。選挙 .com はどうなんですかね。あ、選挙 .com チャンネルかとか。チャンネルじゃなくて、あの、選挙 .com さんは、ちゃんとクリーンにやってるんですよね。クリーンでしょ。大丈夫ですかね。一応社長はクリーンという、はい、あ、主張はしてます。はい。それを信じるかどうかは、あの、皆さん次第ということでね。なるほど、ね。はい。信じていただきたいですね。はい。これ、このなんかこういうブログ
とかいろいろこうネット工作してたっていうことがきちんと証明された場合、それはそれでまた別件で逮捕されるみたいなことっていうのはあるんですか？これ今回裁判の証言がされたわけじゃないですか、はい、だからそれ当然証拠能力あると思うんで、うん、ただその基本的な証言をすることによって証人に対して不利にならないっていう、うんうんうん、あの法律がありますから、これ自体でっていうのはなかなかないのかな。むしろ逆に言うとそれがないことを検察とバーターをした上で証言させたんじゃないかなというふうには踏んでいますけれども、この証言で証言された内容も氷山の一角かも分かんないので、一体どこまで出てくるのかなっていうのは、はい、ありますし、まあ、他のね、そのじゃ会社さんが、果たしてじゃあ河合さんだけやってたのかって話もやっぱなってきますんで、逆にその、この選挙プランナーが紹介したわけじゃないですか。はい。ってことは選挙プランナーも分かってるよね。まあ、分かってるかもしれないですよね、これはね。今度この人が罪に問われてきたりする可能性はないんですかね。まあ、その選挙プランナーさんが、僕じゃないですよ。僕じゃないですよね。大丈夫大丈夫です、大丈夫。僕だったら今頃ね、ちょっと違う裁判所に行ってます。来週顔出しに頑張るとか出ない容疑者でね。こんな感じでね。いや、でも、うん、やっぱりこの選挙プランナーさんが指示命令を出していたんであれば、うん、当然共犯だったりですとか、まあ、そうすると連座とかそういう話になってきますから、ただまあそこまでされていたのかどうかっていうのは、うん、まあ、ちょっとわかんないところですよね。なるほどね。興味深いな、まだまだ闇が深そうですが、またいろいろお話聞いていきたいと思います。というわけで今回はここまでとなります。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。